一都三県で緊急事態宣言が二週間延長された場合。経済損失は七千億円になるという試算が明らかになりました。野村総研の試算によりますと。緊急事態宣言が二週間延長された場合。七千億円の経済損失が生じ。G. D. P. 国内総生産が。年率で零点一パーセント押し下げられるとしています。 外出の自粛によって個人消費が落ち込むことが主な要因です。また、失業者が3万人増えると試算しています。個人消費低迷の長期化で、去年4月の宣言の時よりも企業の倒産、廃業を誘発し、失業者の数を増加させるリスクが大きいと分析しています。